ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手は8日、日本時間9日、昨季王者のヒューストン・アストロズ戦に3番指名打者、DH 区でスタメン出場。3回に同点のきっかけとなるタイムリー2塁打を放った。この安打について、例記者ジェフ・フレッチャー氏が自身のツイッターに綴っている。この試合、2回にエンゼルスのハンター・レンフローガイアシ手が中堅スタンドへソロホームランを放ち、エンゼルスが先制。 しかし、その直後にエンゼルス先発のパトリック・サンドバル投手がアストロズ打線に捕まり逆転を許す。3回、大谷に1・1、2塁の場面で打席が回ってくると、中堅へのタイムリー2塁打を放ち1点を返す。続くアンソニー・レンドン内野手もタイムリー内野安打を放つ3対3の同点に追いついた。大谷の安打についてフレッチャー氏は、昨季。 大谷の引っ張り方向のゴロの打率は点182だったが、今季は点300と引っ張り方向が強い、と綴っている。新しい解説。昨年までだったらアウトになっている打球がヒットになってます。今季はアウトコースをやや苦手にしている印象ですので、インコースを強く引っ張っている感じです。新塁打にもなりますしね。これで外も腰が引けずに流せると敵なしなんですけどね。 新しい解説。今年から変速シフト禁止になったのがでかい。1、2類間が広がることで打率が上がるだろうと言われていたし、今年は3割キープしてほしいな。新しい解説。極端な大谷シフトがなくなった好影響ですね。昨年までは内野頃だったものがヒットになってる。これまでのところ良い感じです。